どうも、スタディン留学カレッジの翔太です。今日はカナダの留学生活設定マニュアルについて話していきます。僕はアメリカ大学留学を4年、留学会社を7年運営してまして、留学コンサルティング経験も3000名を超えています。カナダの中長期留学って現地に着いてからどうすればいいか全くわからないですよね。家探し、仕事探し、口座開設だったり、本当に自分にできるのかなって不安になると思います。留学エージェントで現地サポート使うと高いしな、マジどうしようってなりますよね。しょうがないと思います。誰でもそうなります。僕もそう思ったんですよ。この情報さえ見ればバッチリみたいなのないかなって。 YouTube で探してみたんですけど、情報がバラバラで一つにまとまった動画がないんですよね。なので作ってみました。 YouTube のカナダ生活に関する動画ではかなりまとまった情報だと思います。シェアハウスや口座開設、交通機関に関する情報まで、カナダ生活に必要な情報を7つまとめて一気に紹介していきます。この情報を聞くだけで5万円以上費用を抑えられますし、通常よりも10万円以上稼げるので、最後まで見ていただく価値あるんじゃないかなと思います。それでは早速いってみましょう。カナダの留学生活徹底マニュアル、今日は7つまとめてお話しします。1つ目がシェアハウスですね。シェアハウスを使う方は2パターンに分かれると思います。カナダ留学で語学学校を使う方と使わない方です。語学学校を使う方は最初の1ヶ月ホームステイだったり学生寮に泊まると思うので、その間にシェアハウスを探す。語学学校を使わない方はまず最初は Airbnb だったりホテルに滞在して、その間にシェアハウスを探すという方法です。 Airbnb は一般の方が自分の部屋だったり家を貸し出しているサービスです。安い物件もあるのでぜひ見てみてください。日本でも泊まれますよ。私も海外出張に行くときよく使います。ホテルはまあ値段がいきますからね、 Airbnb の方がいいんじゃないかなと思います。探し方なんですけど、基本的にはサイトで探しますね。クレイグスリスト、 E メイプル、 JP カナダ、キジジ、トロント掲示板と2つの種類に分かれてます。クレイグスリストとキジジはカナダのローカルのサイトなので、外国人とシェアハウスをする方に向いてますね。で、 E メイプルと JP カナダ、トロント掲示板っていうのは日系のサイトなので、日本人の方とシェアハウスすることになると思います。まあ個人的にはね、せっかく留学に行ってるので外国人と一緒に住んだ方がいいじゃないですか。なのでクレイグスリストだったりキジジがおすすめです。押さえておかないといけないポイント、複数人で物件を見に行くと、自分一人で見ると多面的に見れませんから、他の人からも意見聞いた方がいいということです。で、次がテイクオーバーって言って、そこの部屋から出る方が部屋のものを売っていることってよくあるんですよ。で、そのものをですね、高く売りつけてくる人って結構いるんですよね。で、これ気をつけてくださいねっていうことです。で、次がデポジット。カナダはシェアハウスだったりアパートに入るときにデポジットって言って、家賃の半額を先に払わないといけないんですよ。ただこれはシェアハウスが汚れてたり壊してなかったら出るとき戻ってきますから安心してください。当然住人の方ですよね。女性の方は女性を選んだ方がいいと思いますし、男性の方も一緒に住む方をきちんと選んだ方がいいと思います。北米だったり海外はですね、見ず知らずの方と一緒に一つ屋根の下でシェアハウスをするっていうのは普通なんですよ。僕も最初違和感あったんですけど、まあ慣れれば大丈夫です。気になる家賃なんですけど、だいたい4万円から7万円の間で探すことができると思います。はい、じゃあ次いきます。銀行の口座開設ですね。カナダは銀行が5つあるんですよ。大きい銀行がですね、1つが TD カナダトラスト、2つ目が CIBC、 3つ目がスコティアバンク、で次がロイヤルバンクオブカナダですね。で最後が、バンクオブモントリオール。ここから押さえておかないといけないポイント話していきます。日本語対応している銀行さんかどうか、もしくは支店かどうかっていうのを確認した方がいいということですね。で次が口座維持費っていうのがかかるんですよ。月に4ドルから25ドルぐらいかかるんです。結構いくじゃないですか。1ドル80円です。ちなみに今のレートだとですね、毎月かかりますからね。なので口座維持費が無料の銀行、もしくはその銀行のプランを探すというのが肝なんです。で次がチェッキングアカウントを使ってくださいねっていうことです。銀行の口座の種類なんですけど、チェッキングとセービングがあって、チェッキングはお金を出し入れする口座、そしてセービングはお金を貯蓄する用の口座なので、皆さんはチェッキングの方を選んでください。持っていかないといけないものはパスポートとワーホリ、もしくは学生ビザですね。身分証明書、何か2つ持っていかないといけないんです。そして後日郵送になるケースが多いので住所ですね。で本題なんですけど、維持費が無料の銀行ですよね。 TD カナダトラストのスチューデントプランが維持費無料です。で皆さん大体日本人はこれに入ってる方が多いですね。ただデメリットもあって、デビットカード25回まで無料なんですけど、それ以降は1回使うごとに2ドルぐらいかかるんですよ。でデビットとクレジットの違いわからない方のために説明するんですけど、クレジットは使ったら翌月に口座からお金が引き落とされる。デビットは使ったら即時で口座からお金が引き落とされるので、いくら使
使ったか分かるんですよね、リアルタイムで。なのでデビット使った方がいいです。僕の一番のおすすめはバンクオブモントリオールです。でそこのパフォーマンスプランっていうのが最初の1年に限って維持費無料なんですよ。さらにデビットも無料なんですね。ただ条件があって1年間滞在する期間がある方なので、ワーホリビザを持ってたとしても学生ビザがあったとしても半年しか残ってない場合は断られることが多いんです。なのですぐに取りに行ってください。日本人の方の対応がないので英語の勉強と思ってですね行ってみるといいと思います。日本人スタッフがいる銀行さんですよね。それがロイヤルバンクオブカナダなんですよ。これはどこ行っても日本人いるんですけど、ただデメリットが口座維持費が結構高いんですよね。なのでおすすめじゃないです。TD カナダトラストもバンクーバー支店には日本人の方います。事前予約必要ですけどね。ただ、まあ、僕個人的にはですねカナダに留学に行ったらバンクーバーはもうあんまり行かない方がいいです。バンクーバーってアジアンタウンで、日本人と中国人だったりのアジア人がすごく多いんですよ。街歩いてても英語より日本語だったり中国の方が耳に入ってくるぐらいのレベル感なので、できればトロントだったりその他の街がいいですね。まあ基本的にはトロントとバンクーバーだと思います。なんでかっていうと仕事がないんですよね他の街だと。英語がかなり流暢な方は関係ないと思いますけどね。ということで個人的には TD のスチューデントプランかモントリオールバンクのパフォーマンスプランがおすすめですよということです。これだけで年間2万円ぐらい費用を抑えられると思います。仕事に関してはカナダで稼げる仕事トップ5という動画を上げてますので概要欄に貼っておきますからぜひチェックしてみてください。仕事の探し方は大きく分けて3つですね。1つがこういったサイトで仕事を探す、インターネットで探す方法ですね。2つ目がドロップオフといって飲食店だったり飛び込みで行って履歴書を渡して面接してくださいという方法。3つ目が友達の紹介ですよね。最初はですね友達の紹介もほとんどないですからドロップオフが多いですかね、まあ、僕のおすすめはお気に入りのレストランだったりカフェを見つけてそこに通ってですね店員さんと仲良くなった後に面接に申し込む。この方法だと受かりやすいです。レジュメっていうのが履歴書です。これを作んないといけないです。決まったフォーマットないので自分で作るんですけど、これは語学学校だったりで教えてくれますから、チップが高い仕事を選んでくださいと。かなり給料チップで上がりますからね。英語力があれば仕事の幅が広がるし給料も高くなります。英語力あった方がいいですよっていうことと、コミュニケーション能力はもう言わずもがななんですけども高い方がいいですよね。仕事の種類はもうたくさんあるんですけど、日本人の方が多く使われてるのがジャパニーズレストラン、いわゆるジャパレスと言われるところですね。僕はおすすめしません。ジャパレスで働いた瞬間にも日本人コミュニティに入るので英語力伸ばすのを諦めたも増然かなと思いますから、できればローカルレストランで働いた方がいいです。ローカルレストランの方が時給が高いんです。さらにチップももらえるんですね。一番のおすすめはフレンチだったりイタリアンだったり中華の高級レストランです。チップって 15% なんですよ。高級レストランの単価が高ければ当然チップも高いですし時給も高いので、稼げる人は月に35とか40万ぐらい稼いでるんですよね。で次がピッキング、フルーツピッキングも結構稼げます。月に20万から40万円。6月から9月までが収穫期で、そのあたりに仕事が偏ってるんですけど、その時期を狙ってですねピンポイントで重労働なんですけど、やってみる価値あるんじゃないかなと思います。仕事に関してはそういったところですかね。こういった情報を聞くだけでもですねかなり収入変わってくると思います。年間でも何十万って変わってくると思うので、ぜひ稼げるトップ5の動画見てみてください。はい、じゃあ次いきます。4つ目がソーシャルインシュアランスナンバーの取得ですね。これは社会保険番号です。これがないと仕事できないんですよ。で取得に必要なのはパスポートとワーホリビザ、即日発行なんですけど後日郵送っていうこともあるんですよね。なので住所も持って行っておいた方がいいです。サービスカナダっていうオフィスに行けば発行してくれますから、これはトロントもバンクーバーも同じなのでググってみてください。すぐ見つかります。で5つ目、運転免許証は強力な身分証明書になります。なので免許持ってる方は取っといた方がいいです。まずですね日本大使館か総領事館に行って翻訳するんですよ、日本の免許証ですね。22から24ドルぐらいかかるんですけど、発行まで1週間かかります。免許とパスポートとビザが必要ですね。でトロントはサービスオンタリオっていう場所に行ってください。これもググるとすぐ出ますから。 ICBC っていうのがバンクーバーですね。ここで書き換えをします。期間は4週間から6週間ぐらいかかるので郵送されてくるまでですね、それまでは仮免許証で、この仮免許証は身分証明書にならないんですよね。郵送で送られてきた本免許証は当然身分証明書になるので、それまで4週間から6週間かかりますよっていうことです。6つ目がですね交通機関、これも不安ですよね。最初行った時にバンクーバーとトロントで分かれてるんですけど、バンクーバーはバス、スカイトレイン、シーバスですね。これシーバスってフェリーです。コンパスカードっていうのが日本でいうところのスイカだったりイコカですよね。で皆さんの場合は定期券を購入されると思うんですけど、バンクーバーはゾーン1からゾーン3によって価格が分かれてます。ダウンタウンの都心がゾーン1なんです。で2、3に対して離れていくっていうことですね。都心が98ドル、1ドル80円ぐらいですから約8000円です。ゾーン2
が131ドル、これ約1万円ぐらいで、ゾーン3が177ドル、これ約14,000-15,000円ぐらいだと思います。トロントですね。トロントは TTC という会社が運営してるんですけど、地下鉄、ストリートカー、そしてバスですね。トロントはプレストっていう定期券なんですけど、スイカとイコカみたいなもんです。定期券は大人が151ドルと12,000円ぐらいですね。13歳から19歳、65歳以上の方が123ドルなので約1万円です、まあ、これぐらいが費用かかりますよっていうことと、知っといた方がいいポイントが2つです。1つ目は遅延と運休が多いですよっていうことです。まあ正直ですね、遅延と運休が多いっていうのは日本人の感覚ですよ。日本ぐらいですよ、世界見渡しても。こんなに交通機関が定時刻に来るのは。海外に行くと遅延っていうのは普通です。次、学生はよく知っといた方がいいんですけど、ポストセカンダリーフォロー ID っていうのがあるんですよ。この学生 ID があれば定期券学割効くんですよ。1ヶ月30ドルですね、日本円にして2000円、これだけで年間24,000円抑えられますからね。ただですね、カレッジだったり大学じゃないとこの学生 ID なかなか発行してくれないんですよ。語学学校で発行できるところはほとんどないです。唯一このアイラックという学校さんは発行できるんですよね。トロントにあります。カナダで一番大きな学校なんですけども、まあ彼らはカレッジも持ってますからね。まあ大きくて歴史のある学校であれば発行できるので、留学に行く際はですね、使われたそのエージェントさんだったり、例えばスタディーンを使っていただいた場合は必ず担当に聞いてみてください。確認させますから、もし本人が分かってなくてもですね。まあ多くのケースは発行されないと思います。最後が携帯電話ですね。これもうどうしたらいいか分かんないですよね。3パターンに分かれてます。1つ目が今のスマホをそのままカナダで使うというケース。ドコモ、ソフトバンク、au だったりすればそういったプランがあるので、海外プランですね。ただ高いです。なのであんまりおすすめしないですね。次がですね、 SIM ロックを解除して現地で SIM を入れて使うという方法です。まあこれが一般的です。今使ってるキャリア、ドコモ、ソフトバンク、au の店頭に行っていただいて SIM ロックを解除してもらってください。カナダに行って、カナダのキャリアで SIM を買って使うということで、キャリアはベル、ドジャース、あとテルアっていう、これが3大キャリアでありますね。3つ目がこの SIM ロックの場合は、 SIM ロック解除した場合で現地で SIM 使う場合って電話番号が変わるんです。これだけ注意してください。ただ LINE そのまま使えますから、あんまり気にならないんじゃないかなと思いますけど、一応覚えておいてください。プリペイド携帯が一番費用抑えられます。こういうガラケーみたいなやつを買ってですね、必要な分だけチャージして電話とテキストメッセージだけ使えます。カナダはですね、インターネットがどこもかしこも張り巡らされてるんですよ。で、飲食店だったりレストランだったり、当然ショッピングモールもフリー Wi-Fi 飛んでるので、あんまりインターネットに関しては不便にならないと思います。カナダは LINE そんなに使われてないんですよね。向こうはですね、 Facebook メッセンジャーです。なので海外留学行く方はカナダとかに関わらず Facebook は必ず持っといた方がいい。まあ、皆さんインスタを持ってると思うので大丈夫だと思うんですけど、インスタと Facebook 作ってくださいね。はい、ということで皆さん今日もいかがだったでしょうか。翔太社長のスタディーン留学カレッジでは、自分で留学準備を進められる情報を分かりやすく配信していきます。この動画を見てよかったなと思っていただいた方はぜひコメント、高評価お願いします。これからも留学に関する有益な情報をどんどん配信していきますので、チャンネル登録もお願いします。それではまた次回。